一発勝負。炭鉱の上に群青色を塗ると、ブブー、演奏力でした。僕の勝ちだね。どうして何も言わずに勝手にルールを変えるんだ。ふん、分かったよ。今回の調査隊が海から持ち帰った20点余りの芸術品を分析した結果、リモリア人の目は高度に進化していたことが分かりました。彼らは3億もの色を見分けることができたのです。ロマンと感性の追求は彼らの天性であり、3億種類の色を見分けられるのに勝てないなんて、誰かさんにはかなわないね。変かな。アンコウが火炎草の中を泳いだ時に、藻の縁から出る三重の緑の光の中で一番薄い光の色さ。僕がつけたんだ。わかりやすいでしょ。3億種類の色全部に名前をつけるなんて疲れるよ。好きな色にだけつければいいんだ。君、光る母斑を見たことあるのかい？これはリモリア人だけが持っている印だ。君こそ当たり前みたいに僕をこき使いすぎじゃない？名前は大事なものなんだ。むやみに呼んではダメだ。撤回して。それはダメ、絶対にダメ。ここの赤信号150秒もあるのか。いつもじゃないよ。この前ポケットに入れたまま
取り出すのを忘れていただけさ。ダメかい？先に目印のスタンプを押しておいてあげたんだよ。離れ離れになっても誰の落とし物かすぐに分かるように。何これ？湯気の出ている鉄鍋？昼食は鍋がいいってことかい？丸くて取っ手が2つある鍋以外にないよね。庭園の裏にいくつか温室がある。これは所有者と慈善団体によって絶滅危惧種の植物や昆虫を育てるために建てられたんだ。ここ数年彼らはたくさんの著名人に協力を求めていてね、寄せられる注目と寄付もどんどん増えている。おかげで多くの種の生育状況がかなり改善されたんだ。ようこそ。お兄さん、これが何かわかりますか？招待状が確認できました。中へどうぞ。早く正解を発表してよ。これが何の絵なのか気になってお兄さんが眠れなくなったらどうするんだい？あれ？本当に鉄鍋だったのかい？そうだよ。君の目の前にある花は20年前に絶滅している。当時の技術では種の保存が難しく、この花が世界から消えていくのを見ていることしかできなかった。その後海外の生物学者がある方法を考え出したんだ。それは過去に記録されたデータに基づいてこの種をもう一度復活させることだった。具体的なことは僕にはわからない。彼らはその方法について熱心に語ってくれたけど、僕には一言も理解できなかった。でも一番重要なことは覚えているよ。彼らはこの花を復活させることはできたが、絶滅前のものとはわずかに違っていると言っていた。つまりこの花は世界にたった一つだけの新たな品種なのさ。こっちに来て。し、彼らの邪魔をしないで。
神秘的でしょ。画家の絵筆も写真家のカメラも、この色が人に与える衝撃を再現することはできない。だからこの世界は不思議なんだよ。絶滅するのは花だけじゃない。どんな命にもその日は来る。君なら命の最後の時に何がしたい？三つ目はそんなに難しいことかい？先へ進もう。興味があるだけじゃなくて、僕もこの研究のスポンサーの一人だよ。このプロジェクトに出資したことへのお礼ということで、僕はこの花の命名権をもらったんだ。でも僕は名前をつけるのが苦手でね。最近完成した絵のタイトルも君が決めてくれたし、いっそのこと今回も君に任せようかな。ゆっくり考えてくれて大丈夫。半年以内に提出すればいいから急ぐ必要はない。これも花を送ったことになるよね。誠意もあるし。ねえ、あの花の名前ちゃんと考えてね。名付けたらあれは君のものだから。命は全て同じだけど、名前があるから特別なんだ。名前はこの世で最も強い呪文だから。君が誰かの名前を呼んだ時、見えない何かでその人とつながるんだ。なら試してみたら。うん、どこかが違っている。ここじゃない、そこでもない、これは何を意味すると思う？君に閉じ込められても構わない。それからさっきの質問だけど、もうすぐ死を迎えると分かったら君に質問して全ての答えを聞くよ。
リモリアの契約は遊びじゃない。何が？何も分かっていないね。それじゃあ記憶力の悪いおバカさんだ。だからそうじゃなくて、ほら、乗りなよ。ふざけないでよ。どうして僕がおバカな、にゃあ。何を考えているの？さあね、蝶が花のそばを通り過ぎるとき、彼らはこの花の名前を覚えていない。今日は質問が多いね。なぜなぜ期かな。君の質問には答えたけど、僕のには答えてもらっていない。これは一体何なの？わからないから聞いているんじゃないか。